こんにちは、ヒョクです。こんにちは、ヒョクニダ。皆さん、2022年になりまして、去年肌のことに関してもたくさん皆さんのためになる情報を発信してきました。そしてそれと同時に、皆さん気になっているであろう肌の管理の仕方、美白肌を作るにはどうしたらいいですか、イチゴバナとかね、角栓が気になってるんですけどどうしたらいいですかっていうので、そういった悩みもお答えしてきましたが、僕のチャンネルの中でもですね、最も再生数が伸びている動画がございまして、1100万再生ぐらい今いってるんですけれども、それをね、年に1回ぐらいのペースでリメイクしてるんですね。なので、また久々にね、2022年になったということで、これが最新版ですよっていうので、ぜひともこの動画を見て真似して肌をきれいにしてくださいね。ちなみに今回はですね、ワセリンは使いません。ワセリンを使った除去方法が約500万再生ぐらいいってるのかな、だと思うんですけれども、今日お教えするやり方の方が断然肌にはいいです。ケアの仕方としては今日お教えするのが一番正しいケアのやり方ですね。ということで、早速毛穴をきれいにして、ブラックヘッドをなくして、いちごバナも改善できる方法を皆さんにお教えいたします。早速やっていきましょう。レッツゴー。では早速やっていこうと思うんですけれども、毛穴をね、綺麗にするブラックヘッドを除去する動画、コメント欄たくさんコメントありがとうございます。その中でもですね、特に多かったのが、メイクしてからの手順を教えてほしいということで、僕がいつも動画を撮ってる時に、まずメイクを落としてある状態にしてからスタートしている様子を皆さんにお届けしていたんですね。変わらんよ、変わらんけれども、そういうコメントがあったんで、多分皆さん気になってるのはここだと思うんですよ。特にこの T ゾーンだと思うんですよね。こことここ、鼻周りだと思うので、口までつけてから、それを落とすところから始めていきます。ということで、まず第一ステップ、クッションハンデをつけます。この過程はいりません。皆さんにはこの過程はいらないので、ただただ早送りですね。ちなみに僕が使っているのはクリオですね。クリオのキルカバーシカセラムクッション21号です。はい、 OK、 ちゃんと今つけたよ。こっからやっていきますね。はい、今日やるやり方を皆さんぜひとも真似してみてくださいね。そしたら断然綺麗になると思います。いちごバナで悩んでいる方、ぜひとも最後まで見てください。それではやっていきましょう。まずメイクを落とします。おい。今つけたばっかりや。これなんやねん。ちょっとヘアバンドをつけていきます。今日はですね、クレンジングオイルを、後々のね、皮脂汚れとか固まってしまった角栓、あとは酸化してしまってできるブラックヘッドを溶かすのにメインで使いたいので、メイク落としはクレンジングウォーターを使って簡易的に落としたいと思います。なので、がっつり全部落としきれなくても OK です。で、使うのはこちらです。ミルクタッチヘデラヘリックスクレンジングウォーターですね。これ最近ハマってるね。押したらね、そのコットンに染み込むようになってるので、すごい使いやすいですよね。まずメイクを落とします。メイクして1分しか経ってない。はい、ちゃんとついてますよ、見えますね。クレンジングウォーターも使いますし、その後クレイ成分も使うので、ここでのクレンジングウォーターでの刺激はなるべく抑えてあげてください。優しくで大丈夫です。だから多少残っても問題ございません。なんか今ピンと落としなかった？あ、僕の iPad が反応してる。ちなみにこのクレンジングウォーターを選んだ理由はですね、ヘデラヘリックスも結構肌に対しても刺激を抑えてくれたりとか、肌を落ち着かせてくれる効果もあるんですね。だからこういう風に今日1日かけてスペシャルケアでちょっと肌をいたわるけど、ちょっと肌には重いかもしれない、刺激が強くなっちゃうかもしれないっていう日は、こういったシカとか、そういうヘデラヘリックスとか、こういったもので少し肌を落ち着かせてあげます。ちなみに僕が使ってるこのコットンはですね、5枚重ねになっておりまして、こうやって使ったら剥がして、そしたらまた綺麗な面になるので、これでまた拭いてあげます。まあ本当軽くでいいですよ、多少残っても問題ないです。 OK ですね、メイク落としはこれで OK です。こっから、はい、やっていきます。クレンジングウォーターを使ってメイクを落としましたが、次クレンジングオイルを使います。なのでクレンジングクレンジングで、まあ、ダブルになってしまうので、これをやるときは、洗顔はいりません。基本クレンジングのオイルってめちゃめちゃ汚れ落としてくれるし、肌も乾燥しやすいので、なるべく素早くですね。で、いつも僕がおすすめしているのはこちらですね、魔女工場のピュアクレンジングオイルなんですけれども、今日はこれじゃなくて
こっちを使うと思います。これドクターシーラボのラボラボシリーズですね。ラボラボスーパー毛穴オイルクレンジングです。まだ僕1回しか使ったことないんですけど、毛穴落とすための特化させたようなものを感じてて、シンプルにメイク落としもすごいディープクレンジングとしていいんですけれども、ヒアルロン酸ナトリウム、水溶性コラーゲンも入ってるから保湿成分もねしっかり入ってて、で角質ケアの成分として、まあ、リンゴ酸とか乳酸とかロイヤルゼリー酸も入ってる。パラベンフリーでアルコールフリー、そうですね、いいですね。メイクしてる状態から最初からこれでも OK です。問題ございません。今日は本当に汚れがひどい場合の手順ですね。まあ 2,3 プッシュあれば十分かなと。顔全体につけていきます。優しくマッサージしながら塗っていきます。なるべく1分以内、かかっても1分から1分半ぐらいに抑えてください。角質の汚れがひどい場合はこの辺をこうやってローリングしてマッサージしてあげてくださいね。ちなみに最初に軽くスチームを当てたりとか、あとはあったかいタオルでちょっと10秒20秒肌に押さえて、ちょっと毛穴を柔らかくしてから使うとなお OK です。それは正直やってもいいしやらなくてもいいしっていう過程ですね。クレンジングオイルは必須過程ですので、特にこの辺もねしっかりと。OK、そしたらもう落としていきます。はい、ぬるま湯で軽くジャバジャバ洗って、落としてきました。ちなみにですね、クレンジングオイルってメイクだけ落とすんじゃないのっていう質問もあるんですけれども、メイク落とし用でもあるんですけども、それと同時に油を落とすっていうことで、要は皮脂汚れを落とすのにもすごく最適なんですね。毛穴の中では常に毎日のように皮脂を分泌するんですけれども、それが毛穴に詰まったりしたり、剥がれ落ちるべき角質と一緒に合わさって、それが角栓というものになったりと、さらにはそれを放置していくとだん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 酸化してブラックヘッド、いわゆる黒ずみですね、毛穴が黒く見える原因になります。それも結局皮脂なんですよ。皮脂が凝固してできたものなんで、こういう油を溶かすもの、その固まった汚れを溶かしてあげることがまず第一に必要です。無理やりこうやって取ったり、なんかピンセットで抜いたりとかは絶対ダメですよ。絶対しないでください。で、クレンジングオイル先ほどつけてて、洗う時って皆さんちょっと白っぽくなるの分かりますよね。それは乳化と言いまして、正常な状態で、その状態でさらに優しくマッサージして、その後さらにお水をつけてあげるっていう状態ですね。だからいきなりもうジャバジャバジャバって洗うというよりは、ちょっと最初水をつけた手で簡単に優しくローリングして全体を白っぽくしてから、水でパーって洗い流してください。はい、では次の工程いきましょう。次の工程、いつも通りこちらですね。じゃじゃじゃん、イニスフリースーパーボルカニックポアクレイマスク 2X、 こちらを使っていきます。あ、もうあんまりないな、残りもなんかだいぶ底が見えてきちゃった。これぐらいですね、量としてはこれぐらい。拭きの間はこれもちょっと固まりやすいので、なるべく冷たくなる場所に置きすぎないようにしてあげてください。もしくは使う直前に、まあ、ちょっとあったかい部屋に少しだけ置いとくとかすると伸ばしやすいのでね。テクスチャーが固まりすぎちゃうと逆に伸ばしにくくて肌に負担を与えてしまうので、今日は顔全体にやっていきます。今日ね、結構肌の調子いい方なんですよ。普段からもお肌の綺麗さをね常に維持しない と説得力がないから頑張ってはいるんですけれども、今日はさらにいつもよりも調子いいので、この後ね僕がいつも使っている肌顕微鏡で皆さんにお見せしようと思います。ちょい足りなかったんで少し追加です。あんまりつけすぎないポイントで、なるべく薄く塗り広げてください。少しカピカピにはなってしまうんですけども、その状態で吸収しやすくなってくれるので、先ほどのクレンジングオイルまでの段階で顔に残っている老廃物と固まってしまった角栓とかを少し溶かしてあげました。でクレイ成分でそれを吸収します。クレイ成分ってその皮脂汚れとか要は油分のものを吸収する性質を持ってるんですね。オイリー肌の方は週に2回ぐらいやっても OK です。乾燥肌とか僕みたいな人は本当やっても週1とかですね。でこの状態でだいたい10分置ける人は置いても構いませんが、まあ5分でも構いません。ということでこの状態で少し放置します。あ、そういえば皆さん、私個人のことですけれども、 MV のねイミンヒョクセカンドシングルリグレットの再生回数が19万再生になりました。ありがとうございます。皆さんたくさん見ていただいてすごい嬉しい。19万5000回、あと5000回で20万再生。
ちなみにね、MV の公約表があって、30万再生で箱根漁港で、50万再生で4トーンですね、視聴者の皆さんとテレビ電話っていうのがあって、なので50万再生できれば言ってくれると嬉しいんですけども、ひとまず20万再生っていう時でもめちゃめちゃ嬉しいですね。いやー、ありがとうございます。はい、見てください、この滑らかな肌触り。あー、毛穴一つないですね。ということで、落としてきます。約8分ぐらい経ちました。はい、綺麗に落としてきましたね。で、ここの水での洗いは、しっかりと汚れを落としてください。少しでもこのクレイ成分のマスクが残らないようにしっかりと水で洗い流してくださいね。ただし、だからといってゴシゴシしちゃダメですよ。では肌が乾燥してしまうので、今から簡単にだけね、スキンケアをしたいと思います。ではまず、いつも通り最初はスキンブースターですね。これの後のスキンケアをより吸収率を高めて効果を発揮させるためのものです。で、今僕のつけ方見て皆さん分かりましたか？こうやって塗ってないですよね。僕、手で先に温めてこうやってつけてましたよね。はい、なので皆さん、僕の細かなスキンケアの方法一つ一つちゃんと見て真似してみてください。そうすると、あ、肌をちゃんといたわってみながらスキンケアしてるんだなってのが分かると思いますので。やばいな、実は緊急でミーティングが入ってしまいまして、この後一瞬だけ出かけてくるんですけど、帰ってきたら顕微鏡とかでね、もう一回ちゃんと測りますのでね。まずはスキンケア簡単にでもちょっと終わらせましょう。ということで、この前僕新年の動画でも購入品紹介で言いましたが、こちらアルビオンのフローラドリップ化粧液、これもね最初に塗っちゃっていいので、あ、結構とろみだね。これ僕今初めて使うんですよ。意外と粘度は高いかも。でもかといって重くはなさそう。あー、フローラルーあー、香りフローラルー。あ、てか思ったより粘度高いのに軽い。あ、軽い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 、こういう風に出るんですよ。めっちゃ出しちゃった。ケチらない、ジャブジャブ使いましょう。優しくね、ちょっとプッティングしながら染み込ませていきます。これさ、スキンブースターとの相性めっちゃいいかも。この粘土の感じ、つけ心地は最高ですね。ひんやりしてるので、温まった毛穴を引き締めてくれるっていう感じですね。まあ、毛穴が小さくなるっていうのはなかなか難しいんですけれども、毛穴のね、多少の動きはありますので引き締めてあげましょう。初見の方は素人が何言ってんだって言われるかもしれないですけど、僕一応資格ありますのでちゃんと資格取ってますので。あ、思ったよりもこれスースーする系ですね。これ夜用だなこれつけてあんまりベタつかないアンプルサッと塗って、クリームサッと塗ってもう寝たい。鼻の周りもね、毛穴の向きはこうなってるので、その向きに沿って優しく撫でてあげるのは OK です。そしたら今日は肌を結構刺激を与えたじゃないですか。クレンジングウォーターやって、クレンジングオイルやって、さらにクレイマスクまでやってっていうので、なので肌のターンオーバーを早くさせたいんですね。生まれ変わりをちょっと促進させたいっていう意味もあって、成長因子を含むこちらを使います。モーニングサプライズ 3GF リペアエッセンスですね。 3GF 成長因子なんですけども、それを含むエッセンスで、あ、本当はこれ先に使えた方がいいですね。トリレンのダイブインサイド、これちょっと今もうこうやって垂らそう、仕方ない。で、成長因子つけてない手で優しくダイブイン塗り広げて、ダイブインを最初に使うのは本当にどんな美容液とも相性がいいので、一番最初に使うのがいいです。で、その次、先ほどのモーニングサプライズ、オッケー。さらにエイジングケア、もう一つだけやっていきます。魔女工場のビフィダバイオコンプレックスアンプル、これを使って、あとは最後簡単にクリーム塗って終わりですね。目尻とここのほうれい線が出やすいところを中心に簡単に塗ってあげて、プッティングしてあげます。この吸い付き感いいですね。で、最後クリームは皆さんお好きなもので構いません。この後メイクはしない予定です。出かけはするけど、あー、日焼け止め一瞬なんですよね。でももう夕方なんですよね。うわー、メイクすんの？やだー
帽子深くかぶってマスク、ここまで、ここまでやるマスクしよう一瞬だけ出かけてくるので、もう夜用のクリーム塗っちゃいます。バイオフィルボリフティングクリームですね。これを塗って一旦終わりですかね。てかやばい、ちょっともう一回出かけてきます。肌ケミケをちょっとお待ちを、少々お待ちを。一旦アイキャッチあります。ただいまです、戻ってきました。ということで早速続きです。はい、あ寒いね、明日雪だって。帰ってはきたんですけれども、ちょっとねミーティングの後にラーメン食べてきちゃいまして、雪ラーメンにね卵トッピングしてライスまでつけちゃいました。あーニンニク臭い。このままだとちょっとホコリとかついちゃってると思うので、まあ、軽くクレンジングウォーターでもう一回ちょっと軽くだけ拭き取ります。ラーメンうまかった。じゃあ早速久しぶりの登場ですね。うわ見て、僕のほっぺたのキメの細かさ。本当にね今日マジでね肌の調子いいんですよ。このキメ細かさ、産毛も少ない、めっちゃ良くない？今で鼻、いやめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、やば。ちゃんと動かすと動きますからね。見てやば、久々じゃないこんな綺麗なの。でっかい黒ずみはほとんどなくなってるよ。今ちょっとクレンジングウォーターのせいで少しテカってるように見えますが、こっち側は、ああ綺麗自分で言うのなんだけど、これめっちゃ綺麗な方です。本当にあの前僕何度か動画でお見せしてると思うんですけど、本当に放置するとマジでひどいですからね。汚れはマジで少ない。これはいい、これは締まってる、ちゃんと引き締まってるよ。いいですね。はい、という感じになります。いや、やっぱねこの方法が一番いいんだよな。今回このラボラボのねスーパー毛穴オイルクレンジング結構良かったですね。これ結構気に入ったかもしれない。ちゃんと保湿成分入ってるだけはあって保湿力がすごいね。やった後に確かに突っ張りにくさはすごかったです。うん、で相変わらずやっぱイニスフリーのねこのスーパーボルカニックのクレイマスクはお前やっぱすげえわ皆さんももしよかったらね、ぜひともまた真似してやってみてください。以上、ヒョクでした。バイバイ。